はい、こんにちはくんです。ということで今回は、TNT 書道をして遊んでいこうかなと思います。1位には賞金10万円の、豪華商品プレゼントの、TNT 書道選手権やります。どういうルールかというと、 TNT をまず設置します。で、着火チャンスは、一度きり。ここで着火をしまして、はい、これ見ててください。これ、あ、まずい。あ、となったらダメです。あの、一度しか着火のチャンスはありません、ルール上。おー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いいね。はい。で、これで、手という字が書けましたと。まあ、ちょっとなんか、変なところに爆発ができてますけど、これめちゃくちゃ簡単なお題でやってみました。で、これを8人に挑戦してもらって、残りの人で何の文字が書かれてるか当てるっていうような感じです。で、まあ、美しいとみんなが思ったもの、あと、みんながたくさん当てれたものが、1位になります。なので、頑張って爆破してみてください。じゃあ出場選手はここに並んでください。はい、まずはユッキー。なんかどうしても参加したいって聞かなかった。で、あとはトロール枠でのジャジャ、そして早稲田大学土木風化。あの、学歴1位だから、なんか通信じゃないらしいよ。えぐっ、エリートじゃん、すげえ。いや、やるよな。俺全員この辺通信と、あの、定時制だから、全日制はなかなかいない。あとは、トロール枠海にゃ。決心側ばっかりだな。前回は2位だったら今回の優勝もらったぜ。で、無名枠ユードン。で、建築税のダミトモ。芸大生映画でキモ。で、ギャグエビフライ。なんか面白いこと、なんかリアクション、なんかないのか。ここまでなんか来たぞ、いろいろ。チャット。モノボケ？もしかしてそれ。普通の人エビフライ。そして、前回、あれ前回優勝者じゃない、あれ前回の TNT バカコンテスト、ヒカキンバカコンテストの優勝者ってこれ参加してないんだっけ。優勝者ハイハードだったよな。まあ繰り上げか、2位だったもんな、ジャダム。繰り上げ優勝者の2位ジャダムが、代わりに出ます。あとは殿堂入りだね。はい、じゃあ、各自頑張ってください。そして出題者はイモムシくん、よろしくお願いします。各員にお題を出してあげてください。ゲームマスターです。じゃあ順番は、作る順番はこのユッキーからの順番にしようか。横並びでユッキー、のじゃじゃ、ふうか、うみにゃ、ゆうどん、ダミトモ、エビフライ、ジャダムでいきましょう。はい、じゃあ全員降りてください。ジャダムなんか無言でかっこいいな。なんか黙して語らずなんかちょっと職人っぽいな。うつの方だから今、あ、そう、うつのうつか、すまん。はい、じゃあまずはユッキーから。はい、みんなまだ見ないでください。漢字、ひらがな、カタカナから出題します。やらせてもらうからにはユッキー本気モードにょ、行くにょ、頑張って。え、空中、ほう、まさかの手段に出たな、空中。あー、考えてなかったね、空中は。え、でも すごいことになりそうな気すごいことになりそうな気がする。やばい、おい、あの、素人が文句言うな、素人が言うな、素人が。わかりもしねえくせに。見物ですな。あれだ、あの、トーナメントある系格闘漫画で解説ジジイ枠みたいな感じか。ほう、空中 TNT ですか。空中 TNT だって、あんな技見たことないわ。完成にょ。じゃあ着火お願いします。3、2、1、着火にょー。これさ、観客席まで飛んできそうじゃね。おい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 、観客席まで飛んできたぞ。はい、じゃあ見ます。え、これな、何これは一体。これ水墨画、これ水墨画みたいな。あのさ、ローシャラルラッハ反応だっけ。なんかこの水墨画、適当に墨汁バッて垂らしたやつに対してさ、これ何に見えますか。ロールシャッハテストだ。あの、んー、これ蝶々かなみたいな。回答言ってもいいですよ、皆さん。ひらがなのつ、ままでこんなことになる。な、はやし、い、こ、あ、こうか。一応名残はありますよ。向きはこっちじゃないにょか。え、あ、こっちで見んの。え、なおさらわからんけど。観客席からにょ。N、か、は、なだろうこれ。ね、し、まあ、いつか当たるだろうけど、これやってたら。正解出てますね。ほらにょじゃねえよ。じゃあ、けで。ゆもしさん、答え発表してください。正解は、ねでした。は、もうちょっと考えたら分かったのよね。分かんねえよ。あの、ユッキー、一体これさ、まとめたら丸くなるってどういう発想だったのこれ。これが爆破したところでさ、どうやって丸になるのこれが。吹っ飛ぶにょ？あ、なるほど。これで爆発して同一遠心状になるから丸が形成されると判断したのか。着火してみるか。それなら着火してみようか。
はい、じゃあ、戻ってください。観客席に良かったと思う人は、ジャンプで表現してください。得点10段階で私がつけます。どうぞ。1点、得点1点出ました。次の選手、野蛇選手お願いします。意気込みを。くんさん、自分小さい頃にソロバン習ってたんです。ソロバンだと？ってことはソロバンって意味ねってことか。これ全日本ソロバン協会へのネガキャンじゃね。だって平均が分かってないんだぞ、ソロバン習っても。じゃあソロバンクイズ、93+86 は9300。え、だから86はって聞いてる。あのさ、今携帯で電卓数やるのとあんまり変わらんよね、これ時間もすでに189。誤差、プラマイ10誤差。はい、じゃあお願いします。ではお題出題します。ドゥドゥン、作ってるぞ。野田さん、準備ができたら OK お願いします。 OK。 え、早っ。え、終わり。あー違う、 OK の OK。 着火、早いな。もう瞬殺じゃん。稲妻の野田じゃん。古来中国より伝わる暗殺憲法、ソロバンを甘く見ない方がいい。あ、これ相手あれだ、相手アメリカの超ムキムキのボクサーとかでボコボコにされるやつでしょ。体格差を見れば歴然だとかって言って、あのよくあるじゃん、なんかあのちょっとガタイいいやつみたいな、プロレスラーみたいな、ヘビー級ボクサーみたいな。でちょっと解説入んだよね、あのヘビー級ボクサーのパンチはあの時速何キロにも上るとかって言って、ちょっと黒人のドヤ顔の全米チャンピオン出てきて、すごい盛り上げた後になんか何みたいな感じで死ぬみたいな。すごい、なんかでも計算してるよ、なんかいろいろ。ソロバンたと、あれソロバンじゃねえ、あれ、あの置き方まさしくソロバンだ。 OK、 じゃあ着火お願いします。終了。え、のじゃあどっち側から、こっち側からだろ。え、でもこれわかるくね、これそうじゃね。TNT 撤去しないとダメだな。でもこれ沿ってわかるぞ。 TNT 撤去必要だな、これ。次から西戸くんとイモムシで TNT 撤去して、もし爆発しない TNT やったら、これ沿だな。上に爆発しないのあったから、まあまあ頑張ったんじゃね。まあちょっと観客席に飛び火したのがちょっと1個あるのがちょっとマイナスポイントかなってぐらい。あとは完全爆破しきれなかったっていう減点があるね。ただ文字としてはもうまあ再現できてる。あとちょっと飛び散ってるのがまあうんって感じかな。この辺飛び散っちゃったからっていう、ソロバンの力。はい、答えを教えてください。正解はソでした。なるほど。はい、それではみんな、良かったと思った人はジャンプしてください。おお、まあぼっちぼっち、まあ半分ぐらいだし5点かな。はい、5点です。まあちょっと全部爆破できなかったしね、まあ、そういう意味でも5点かな。はい、次です。次は風花お願いします。意気込みを。理系です。日本語が拙いです。値の書く字について、親消しカスに息吹きかけたら偶然並んだみたいな字だなと言われました。あ、消しカスに息吹きかけたら偶然並んだ字みたいな、なんか昔からその煽りスキルは親譲りなんだな、風花。じゃあ頼む、お願いします。さあ、エリートの力を見せてもらおうか。肩書きが格闘技で通用すると思うなよ。彼女はこれが初戦らしい。アマちゃんがどこまでやっていけるもんかね。まあ見てなさい、強者キャラおる。しかし見ていると何やら練っている様子、ちょっと拙いですね。そういうキャラもいるな。だいたいそういうキャラ裏切られるけどな、期待が。何って感じで。できました。着火お願いします。意外としっかり並べないと TNT 無理だな、これ。はい、それでは見ましょう。は？は？ほ。あー、氷か。あー、もう想像の世界だな、もうこれ。さすがにヒントないと厳しそうなので、ヒントはひらがなです。なんか、真ん中に一本線が入ってそうな気はするよな。よ、あー、よかも、これこの感じ。あー、こうぐるっと回ってる。あ、よでファイナルアンサー。イモシ君、答えは。正解は、は、べ。はい、審査タイム。はい、皆さん、良かったと思う人はジャンプしてください。なんかジャダム審査甘くないか、なんか女の子だからって審査甘くないか。うん、まあじゃあ、まあ3点で最下位ではなかった。中華街行く約束してる。は、次の選手出てこい。海屋。俺か、
主人公の友達枠じゃん。あいつには負けねえぞ。親友兼ライバル、1回戦は勝てるはずだよな。親友兼ライバルなら頑張れウリリン。そうクリウリリンでも準決勝まで行ったからいけるよ。これが本番。青2歳がみんなが応援してる中でボソッとなんかあのボソッと言うのやめてもらっていいですか。あのボソみたいな、あのそれ負けるフラグなんで。彼あんなに若いのに。ウリリン落ち着け。それ落ち着けないやつな。結果落ち着けずに死ぬやつじゃんそれ。あーダークホースはだって負けそうか。わかる、相手そんなに有名選手じゃないやつでなんか当たって負けるみたいな。あーでそいつが勝ち上がってきて主人公が倒すってやつね。これで完成だ。じゃあお願いします。あれ撤去お願いします。これはやばい、待ってくれ。見ます。は銃、いや銃かな。あまんじ、あー猫の足跡な、ありそう。あーなんだろうこれ、まんじかな。ちょっとまんじで、まんじでいきます。まんじ、ファイナルアンサーまんじ。いもきゅん答えよ。正解はタヤです。あーなるほど。でも上が爆発していればって感じだったな。やっぱ本当にさ、マジで密集させないとダメだったね、ユッキーみたいに。あれですらユッキーのあれですら爆破残りあったから。はい、じゃあよかったと思う人ジャンプお願いします。まあユッキーよりはマシか。まあ3点、ウミニャ3点。もしかして青2歳が伏線だった。そういうことか、伏線だったのか。分かってたんだ、この青2歳がっての。多分分かってたんだ、早すぎるっていうことで。0点はここの段階で横から見て分かってたんだ。文字が全部爆破する前に全部計算できてて、あのおじいさん戦う前から結果が読めてる。若造とは何もかもが違う。やばいな。次誰だこいつ。どこの地区のトーナメントの優勝者だ。こんなやつ誰が大会に呼んだんだ。見たことねえ顔だ。お遊戯会と間違えてねえか。どうぞ。そんな空間開けて大丈夫みんな開けたがるよね空間。入室が早いね、筆運びが。ほう、なんだあの置き方は。早い。あの置き方はかなり密集させておいてるぞ。あれだけ密集した TNT を一度に置くなんて。お兄ちゃん頑張れ妹回想シーン、わかる、なんか妹を応援しに来てるのわかるわ。あ、手術費用のやつか。彼入り口で目があったあの男だわ。一人だけ雰囲気が違ったの。いる、そういう女キャラおるわ。あれ、そういうちょっと解説気味の女キャラおるわ。整いました。それでは着火。嫌な予感がするの。おー、なんか上に飛んで、あれ、おや、ん、とりあえずこう始まるのは分かったが、あ、これでもさ、さとかじゃね、これ。こうなってんじゃね、これ。さ、さでファイナルアンサーしねえかこれ、速攻で。さ、ファイナルアンサー、正解は矢でした。ちょっと惜しいな。やっぱ TNT 本当に密集して2列とかで置くべきかもな。あ、妹が妹来てるお兄ちゃん、私は気持ちだけでも嬉しいよ。あ、そうだ、優勝賞金もらえないやつか。村のために持って帰るはずだったのに、優勝賞金を。はい、よかったと思う人ジャンプで。2点、ユードン2点。次いきます。そろそろ決めてほしいな。建築税のダミトモです。私は日本の芸術大学でたくさんの芸術を学んでいるので華麗に決めてやりますよ。ちなみに芸術家の映画監督ではアンドレイ・タルコフスキーが面白い作品を作っています。彼の本も面白いですよ。あ、やべ、これ頭脳派のムカつくやつだ。生きがりのムカつくやつだな。つばきメガネのやつか。能力者じゃなくて頭脳で対等になるやつ。あの負けるときに こんなデータにはないぞとかって言って負けるやつね。最後に計算狂って負けちゃうやつ。できました。マジでもう早くないか、今までで一番最速だぞ。着火お願いします。何全爆破だと。綺麗に爆破していきやがった。見るぞ。は日本列島あー九州、北海道、本州、四国、
あー、日本アルプスをあえて深さで表現、佐渡島、朝鮮半島、沖縄が左上にあれか、左上にあるのはあれ沖縄か、沖縄の本島だ、あの天気予報とかで上に書かれるやつ。そしてこっちにあるのが小笠原諸島。これは日本列島。日本は広いぜよ。土佐の選手かこいつは。レベルが違いすぎる。答え日本列島でいいんですかこれ。正解はなです。は？ TNT 書道は計算でどうにかなるものじゃないわ。彼には人の心がわからない。じゃあよかったと思う人ジャンプしてください。まあ全爆破できたからそれ加味しても2点かな。2点。ダミトモくん2点。次の選手は入場してください。次はエビフライ選手。何か一言。俺様からしたら今までのやつらなんてド素人だぜ。あーこれ死ぬわ。これフラグだわ。ミスターエビフライ、あー死ぬわ。あー死んだな。では、会場にリングに上がってください。もう前回の優勝者じゃん。カマセイヌ感やばい。カマセイヌだなこれ。どうぞ。なんか2段にしてない？あれは全チャンピオンの2段置き。すごい、2段 TNT を重ねるなんて普通じゃないぞ。間違いない、この置き方常人にはできない技だわ。奴の意志は現代にも受け継がれていたというわけか。ちょっと待って、あ、そういう展開？あの、末期で武蔵出てきたみたいな感じ。あ、そっちの展開なんだ。皆さん今のうち避難してください。もしかして彼のひいおじいさんってあの、あ、ここで家系の紹介入んのか。ぶちかますぜ。じゃあお願いします、着火。まさかこちらから着火？このまま着火？レテンが見に行ってる。レテン何しに行くんだあいつ。じいさん危険すぎる。変えられなかったのか私は。あのこれは一体盤面がリセットされた気がする。エビフライのじゃない。なんだと。じゃあこの TNT 書道の跡地はこれはだから言ったのだ。これなんだったのこれ。お題は全くわかんないぞこれ。レひらがなのレ、フーマのロゴに似てる。残りがから察するしかない。で、ファイナルアンサー。答えは？正解は火です。は？よかったと思う人はジャンプで。二段置きで生じたエネルギーが時空を歪ませ、時間が飛んだのか。はい。よかったと思う人、ジャンプで。1点。現在トップ、のじゃじゃ5点。最終選手の入場です。ん？最終選手はどこだ？あ、お前か。すごい、圧やばくね。圧やばいぞ。無言の圧が来てる。通称白い悪魔。お題どうしますか？いや動かないぞこいつ。空気が変わったこの緊張感、まさしく王者にふさわしい。名家のボンボンがカッコつきやがって。ああ大したことないやつばっかだな。待ってどうしよう。やばい、クール系のキャラだこれ。早くしてくれないか。今じゃないんだ。今もし怒られてるぞ審判。やばい、審判が動揺してる。どうぞ。いいだろう。すぐ設置に入らない。一体彼は何をしているんだ。すごい、めっちゃ速い、めっちゃ速い。すげえ速いぞ。なんだあの速度。すごい速度で積んでいく。ええ、まだだ。ジャダムが、5人。これは一体どういう、いや、6人。なぜこんなたくさん見えるんだ。俺たちは幻覚でも見てるのか。全員ジャダム残像で一斉に積んでいる。早すぎてどれが本物かわからない。これが TNT 書道。ありえないぞこんな置き方なんて。レベルが違いすぎる。反則だ審判。一体どんな言葉を書いてるんだこれ。本当に言葉を書いているのか。あの数の分身体を制御するなんて常人なら脳が焼き切れている。まだ終わん。やばい、何やってんだ俺。三段積みまでやってるぞ。俺は逃げさせてもらう。おじけづいたぞあいつ、参加者のくせに。なぜゲームルールには複数人が可能なんて書いてないわ。まさか一人だっていうの。最後にすごいやつ出てきたな。一体これ何書いてるんだこれ。これが TNT 書道だっていうのか。文字書くのではなく残すのか。まさか逆襲時文字部分以外を爆破し、ああなるほど、文字部分を残してるのか。やばっ。TNT が地平線のように広がっている。これがホライゾンか。来たぞ。ふう。爆破をお願いします。
すごいことになってるぞ。痛い痛い痛い。よしこちゃん、よしこちゃん気を確かに。カット先行走り、辺り一面が見えなくなった。これは何の文字が残るんだ。え、と時が止まった。世界が止まったぞ。いや、まだだ。これは時空が、これが、この文字は一体。少しやりすぎちまったか。イモシ答えよ。正解はアでした。ん、え、は、よかったと思う人ジャンプお願いします。本人のジャンプはカウントに入りません。0人なので0点で。結果発表。2位3位同率ですね。2位3位同率。風花、海にゃ、来てください。そして1位、第1回 TNT 書道。1位は R のジョジョになりました。おめでとう。唯一当てられたんじゃないか、ソって。ちゃんと。これもソロ版の力。これがソロ版か。ってことで、ソロ版協会の方、スポンサード待ってます。あ。全日に行くよりソロ版習おう。じじ。